2000一桁台の後半ごろの出来事であるという現在四国の冒険で写真屋のお仕事をなさっておられる怪談朗読大好き男児隼人さんは当時写真とは全く関係のない会社で働く20代半ばの好青年だったプライバシーの関係で職種を明らかにすることはできないが同僚らとは朝にちょっと顔を合わせるだけで あとは各自が外回りに出かけておののの業務を行い夕方に汽車して解散という特殊な形態のお仕事であったという必要以上の人間関係が生まれない職場だったというわけだそんなわけですけどまあ例外的に特筆すべき出会いはありましたよいい意味でも悪い意味でもね 矢島という男はその悪い意味での出会いを体現するタイプの人間だった年は隼人さんよりも5歳ほどもした社会に出て間もないほとんど新成人と言ってもいいくらいの若者であったそうだがなんて言うんだろう初めて会った時なんか嫌な感じを覚えたんです 別に髪をキンキラに染めているとかピアスをつけまくっているとかそういうのではなかったというむしろ見た目的には普通の若者と何ら変わらない風景だっただがなんとなく「こいつはよろしくないやつなんじゃないか」という直感的なものが隼とさんの脳裏をよぎったのだそうだ実際彼には当時からそういうところがあったらしい 建物や人を見て「あこれはダメだ」あ「あこれはすごくいい」などといったインスピレーションが浮かぶ瞬間があったのだという勘が働くというものかそしてそれはかなりの確率で的中した矢島の場合も「ほーらやっぱり」って思いました矢島のやつ 本当に探してもいないいなくらいのポンコツだったんです。仕事に平気で遅刻してくるし遅刻したら下で申し訳なさそうなそぶりの一つも見せずに逆にヘラヘラ笑ったりしてたんですから無断欠勤も日常茶飯事物覚えも悪く行動もたるい仕事に対する責任感とか熱意とかいうものは皆無さらに 言動にも異常な点が目立っていいたと隼人さんは前日の通り遠目に矢島を初めて見た時から嫌な感覚を覚えていたためその後直接コンタクトを取ったことは一切なかっただが矢島と言葉を交わした同僚の多くがその普通でなさに実際へきえきしたというのだ。 社会常識がずれてるっていうレベルじゃなかったそうですどうにも絶対にこいつとは分かり合えないなってすごくやばい感じがしたんだって最悪だったのは薬についての不用意な発言の数々だった何でも矢島は とあるごとに自分が違法薬物を使用していることをほのめかすようなセリフを連発していたらしいいやー自分みたいな若いやつから「薬やってる」とかって言われてもぶっちゃけ最近だったら全然おかしくなくないですかなんかですよ。薬決めて女とやったらですよ。めっちゃ気持ちいいとか思いません思いますよね。 無ろんそれを聞いた同僚の多くは若者が行きがってるだけだくらいに考えて適当に流していたというがだんだん矢島のおかしさが露呈してくると「もしかして本当に薬をやっているんじゃ?」という疑念が信憑性を帯びてきた我々の仕事は朝が早かったんです。 午前5時30分にはみんな既に会社へ集まっていました矢島は勤務態度最悪だったんでもうむちゃくちゃ億劫で眠そうにしている場合が多かったんですが何度かものすごくシャキッとした様子で出社してきたことがあったいやシャキッとしているというか異常すぎるハイテンションだったそうで チースハハハス <laughs> 見ているこっちが心配になってしまうほどの高揚状態のまま矢島はさっさと外回りに出かけていった決まりまくっていたまったく最近の若いやつはとぼやく年上の同僚の言葉に「ああいう若者の方が珍しいんだよ」と。 当時のハヤトさんは強く心の中で反論したというそんな矢島は結局勤め始めて23ヶ月ほどで仕事を辞めた気づいたらいなくなっていた最後の頃は誰からも相手にされていなかったので「あいつ最近どうしたの辞めたみたいああ辞めたんだ的な」 冷めた感覚だったというまあその程度のやつですから私も矢島のことなんてすっかり忘れてましたよ去年ある話を耳にするまではね去年つまり2021年12月頃のことである隼人さんは十数年前に いい意味での出会いをした当時の同僚と久しぶりに電話でだべっていたこいつとは例外的に当時から長い付き合いを続けていたんですよ気の合う親友ってやつでしょうかちなみに私と一緒で階段大好きオカルト大好きんで自然と話の方もそっちに行っちゃうことが多かったわけなんですが 例の事故を覚えているかとその同僚は切り出してきたらしい事故とは何だと問い返す隼人さんだったが「ほらあの車真っ二つの大事故若者が何も死んだ」と説明されすぐにはっと思い当たったというそれあれか全国ニュースでも報道されたあの そそうそう、あれあれひっとい事故だったよな俺生涯忘れんわうん俺もだよヤトさんが例の会社で働いていた当時のこと地元の閑静な住宅街の一角で菊も悲惨なる自動車事故が発生した民家商店田んぼなどが混在する小さな県道にて 10代後半から20代前半の男女4人が乗った乗用車が反対車線の道路脇にある店舗に猛スピードで突っ込んだのである若者4人は車外に投げ出され頭を強く打つなどして即死車は衝撃で全部と後部が真っ二つに割れ後部は横転していた乗用車は 被害者のうちの一人の若者が事故の数日前に友人から購入したばかりだったといういやー久々に思い出したわで何その事故進展か何かあったのうん進展つうかその事故車の前の持ち主ってのがさ矢島らしいんだよ矢島は覚えてるあのポンコツ えっと隼人さんは思わず絶句した忘れるはずもなかろう事故とはまた違う意味で強烈なインパクトを残した男だでさ何か話はそれだけじゃ済まないっていうか朝からの因縁があるみたいなんだよ事故と矢島にはどどんなうーんここだけの話だぜ 実は矢島のやつ友達何人かと心霊スポットへ肝試しに行ったらしくてさとここで同僚さんはヤトさんに恐るべき真実を語った隼人さんもまさか昔の大事故に矢島なんぞが関与しているなんて夢にも思わなかったので大いに興奮しながら聞き入ったのである 普通の階段マニアならばこの時点で満足する「本当かよ怖いね」で済ませてさっさと次の話題に移ってしまうのが関の山であろうだがあまりにも気になったんで徹底的に調べてみることにしました当時のニュース記事とか関係者とかを当たって。 なんということか隼人さんはその多大な情熱を持って自ら階段の真相を探る人となったのであるで心底思ったのが人間バカのことをやっちゃいけないこんな悲劇が二度と起こらないように誰かが文章化して伝えなくちゃならないってことでしたそこで光栄なことに さんは私松岡に白羽の矢を立ててくださったというわけなのである以下隼人さんとその同僚が熱意の調査によって割り出した事故の真相を記すとは言っても文章化するにあたってあえてぼかして表現した部分も多いので真相を歌うのはおこがましいのかもしれないしかしそこは 関係者や地元の風評に配慮した結果であるご了承願いたいえー、っとそれはまだ矢島がうちの会社に在籍してた頃のことだったそうで時節はおそらく秋口から冬の初めくらいの頃だったと推測される矢島はある日の夜仲間を集めて肝試しを挙行することにした あのさ地蔵のさトンネルあるじゃんあっこ荒らしたらすっげえ面白くねすでに頭がまともではないが彼が定めた場所は地元でも有名な心霊スポットである某トンネルだった古く狭く 純粋に交通が不便で危ないということでも知られていた場所だがこのトンネルには一方の出入り口付近に戦時中に作られたというお地蔵様が安置されており肝試しに来た不心得者がその姿を見た時お地蔵様が目隠しをしていたら帰りに事故に遭って命を落としてしまう。 という恐ろしい噂がささやかれていたのだという地蔵さ焼き入れに行こうなすっげえ面白いそんなイカれた矢島には同じくイカれた仲間たちが何人かいたらしいその日の深夜矢島はそのろくでなし連中と連れ立ち 普段の心霊トンネルに向かってドライブとしゃれ込んだわけである何が目隠しだっつうの笑わせるよなにしてもせめえトンネルだな対向車来たら死ぬぜと抜けた抜けたさーて地蔵は全然普通じゃん よし本番だお地蔵さんと楽しく遊んでやろうよこんな耳を塞ぎたくなるようなやり取りがなされたようだ実際この時お地蔵様は見るも無残な仕打ちを受けてしまったこれ以上悪い噂が立たねえようにさ悪い地蔵に正義のキック決めてやろうぜ それいいさよよし矢島キック実行犯は矢島だったという彼はあろうことか地元の人の信仰の対象にもなっている大事なお地蔵様の頭に思い切り蹴りを食らわせたというのだそしてその結果 ゴ,ジゴロ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 ,ゴロ<あ>お地蔵様の頭はもぎ取れるように胴体からへし折れてしまったのである折れた折れてるし <laughs> 狂った一同のテンションはさらに爆上がりとなった。 そして彼らはまさに心の一部が欠如しているとしか思えない人出なしの暴挙に出るのである記念にもらっとこうぜ地蔵の頭何ということであろうか矢島はその時ぶっ飛んだお地蔵様の頭部を大事に自分の車のトランクに押し込み そのまま帰宅してしまったというのであるそしてそれから間もなく矢島はその車を事故の被害者の一人となる若者に売りつけましたそいつも友人の一人だったみたいです売った時の値段までは分かりませんしやつが車を手放そうと思った理由もいくら調べても分かりませんでした でも事故当日車のトランクの中にお地蔵様の頭部が入っていたことはほぼほぼ間違いないだろうというそれでです4人の被害者の中に10代の女の子が1人いるんですよ 実はこの子事故の当日にコンビニでナンパされてそのままドライブに付き合わされたらしいことが関係者の証言で分かりましたつまりこの子だけはマジのとばっちりなんですその言葉にさすがの私も生唾を飲んでしまったこの矢島という男 どこまでも業が深すぎるええっと隼人さんちょっとお聞きしますその事故って確か車が真っ二つにへし折れてしまったんですよねはいそうですねそれってやばいでしょ正直ええ まるで頭と胴体に分かれてしまったお地蔵様のたたりみたいに考えられますよねダイレクトに隼人さんも同じことを考えているらしかったそして彼はらに私が驚愕するような事実を語り始めたのであるそうそう思い出した。 実は矢島には彼女がいたそうでですねうーん彼女さんが当時の年齢とかわかりますかおやつと同年代ですね20代そこそこって感じです実は矢島の野郎この彼女にもクソみたいな仕打ちを繰り返してたらしくてそれは堕退だったという 矢島は何の計画性もなく付き合っていた彼女の体をむさぼりもてあそび「子供ができたらはいおろせ」という真似を何度も何度も繰り返していたらしい私が聞いただけでも3回3回ええ最低3回 ひょっとするともっと思わずため息が漏れてしまう無理やりこじつけるようだが水子地蔵などに代表されるようにお地蔵様とは子供の守り仏でもあるはずだそれを考えると矢島の行った無法行為の罪深さ豪深さはいやましにも甚だしく思えてくる。 これ絶対あかんやつでしょう下道ですわ方言もあらわに隼人さんは吐き捨てた下道その言葉に私も小さくうなずき目を閉じたさてここまで取材を続けてきて疑問に思ったことがある 矢島の行動は結果としてお地蔵様のたたりを他人に押し付けるという最低最悪の形になってしまったわけだが果たして矢島自身にはそのたたりの片りだけでも降りかからなかったのであろうか実は彼にも何らかの触りが現れておりその脅威から逃れるために矢島は車ごと お地蔵様の頭を第三者に譲り渡してしまったのではないだろうかその点は半然としなかったと隼人さんはおっしゃった矢島自身も現在行方知れずになっているらしく生存すら確認できなかったようだ最後に私はヤトさんにこんな質問を投げかけてみた えっと取材から得た情報を統合した場合矢島は自分の売った車が事故を起こして友人が死んでしまったって知ってからも少しの間は隼人さんたちと一緒の会社で働いてたんですよねそうですねいくらあいつでもあの大事故のニュースくらいは知っていたでしょうしねなるほど では、その間何か変わった様子とかありませんでしたかいえ全くいつも通り毎日ヘラヘラ笑ってましたよ現在どうやら肝試しの犠牲となった例のお地蔵様は地元の心ある人たちによってきれいに修復されているそうである それだけがせめてもの救いのようにも思えるただし未だに深夜にトンネルを訪れ安っぽい恐怖を楽しもうとする輩は後を絶たないというまったく気が知れないですよねヤトさんは語気を荒げておっしゃった。 自らが気合の入った階段愛好家なだけにこのような遊び半分で心霊スポットを荒らすような者たちに対し我慢がならないそうだまあここで怒っても仕方がないし私の話は以上なわけですがああそうだ松岡さんお時間とかあったらぜひともグーグーアースで例の事故現場とかトンネルの外観とかいろいろ確認してみるといいですよ 特にあの事故現場絶対スピードとか出す道じゃないってわかりますからそんなアドバイスを受けたのでなるほどと感心しその後早速アプリを起動させ現場の 3D 画像を検索してみたまず車が真っ二つにぶち折れたという例の事故現場 確かにお世辞にも広い車道とは言い難い事故が発生したのは午前1時くらいだったという農道のような開けた道ならまだしもそんな真っ暗な時間帯にこんな狭い道で暴走するバカはいまいらに周囲は住宅や商店が密集するように立ち並んでいるのである よほどの頭のいかれた連中であってもこの状況で自殺行為な爆走に及ぶなどとは考えにくいやはり何かが若者を狂わせたのかなんとなくやるせなさを覚えながらも私は次に心霊トンネルの入り口部分へとアクセスしてみた場所はすぐに見つけることができた 小さい先ほどの車道よりも道はさらに狭くここに車で入ろうと思えば入れてしまうことが正直信じられないくらいだったこのトンネルもこの場所自体もある意味では業が深い場所と言えるのかもしれないな不意ふいにふぅ。 と長い息が漏れた。いつもよりかなり長い時間電話取材を行ったせいか少し疲れているようだそう疲れていたのだろう一瞬私の目は錯覚のようなものを起こした一度も顔すら見たことがない矢島という男のヘラヘラ笑いがそのトンネルの暗闇の奥に浮かんで見えた気がしたのだ 矢島。九段のお地蔵様が本当にたたりを及ぼしたのか否かは定かではないただし一方この矢島という男はほとんど確実に周囲を不幸にすることしかできない男だったのだろうと思う彼が彼らしく生きている限り 徒歩でもそんなに時間をかけずに通り抜けることができるというその古いトンネルは数回スクロールをかけただけですぐに出口の光が見えてきたその先に広がった光景は細く寂しい田舎の参道であり私はただひどく物悲しかった。